フェラーラのディアマンテグは15世紀のピアノ伸び入れの例である。外観からも上の木橋が下の木橋よりステータスが上であることがわかる。ベネツィアのバルバリゴグ。ピアノ伸び入れの上の木橋もほぼ同じ外観なので、セコンドピアノ伸び入れになっている。18世紀のケドレストンホール。粗末な1階の上にピアノ伸び入れがある。その上の木橋は、 外観からあまり豪華でないことがわかる。ピアノ伸び入れとは、大きな家屋の主たる座橋を意味し、通常ルネサンス様式の建築物について使う、用語である。直訳すると、高貴な階となる。ピアノ伸び入れには、主たる、応接室と寝室がある。ピアノ伸び入れは1階にあることが多く、時には2階にある。その下の地上階には、 その他の部屋や使用人の部屋などがある。ピアノのビーレが上にあるのは、眺めが良いという理由もあるが、通りの湿気や匂いを避けるという実用的な理由も、あった。特に、ベネツィアのパラッツォでは、窓が大きく、バルコニーや、街廊下があるため、外見から、ピアノのビーレが明らかである。例えば、カフォスカーリ、カドーロ、カベンドラミンカレルギ、バルバリゴグーなどがある。 窓が大きい点がピアノ伸び入れを見分ける最大の特徴である。イングランドやイタリアではピアノ伸び入れに直接入るための豪華な外階段があり、下の使用人の木ザ橋に主人が入らなくて住むようにした建物も多い。例えば、イングランドのケドレストンホールやイタリアのビラアルメリコ、カプラがある。多くの場合、来客がない時はピアノ伸び入れの上のキザ橋にある。 寝室を、その住居の家族が使った。さらにその上は、屋根裏部屋で、使用人などが寝室として使っていた。イタリアの特に、ベネツィアの大きなパラッツォでは、ピアノ伸び入れの上の座端を、セコンドピアノ伸び入れと呼び、若干小規模に、街廊下やバルコニーを備えている。その場合、例えば美術館などでは、主たるピアノ伸び入れを、プリモピアノ伸び入れと呼んで区別する。 このような用語はイングランドでは見られない。ヨーロッパでは古典様式で住居が建設されている間、このような機材橋の配置がずっと続いた。最近では19世紀中頃のバッキンガム宮殿がこのような造りになっている。18世紀のイギリスの建築ではホルカムホール、オスタリーパーク、チジックハウスがこのような設計を採用している。ありがとうございます。